ヤャスコ別は、ブルガリア北東部の町、及び、それを中心とした、基礎自治体。ベリコタルノボ州に属する。ベリコタルノボから南東に 10km、ゴルナオリアホビツァから南東に 2km、ヤントラ川から南に 5km であり、バルカン山脈の北に位置している。町の名前は橋バみを意味する、レスカ、あるいは橋バみの実を意味するレシュニクに由来し、 この地に豊富に橋ばみがあることによる。トルコ語での名称は、レスコフチャである。この地域は紀元前4000年期頃の人の居住が確認されているが、後の第二次ブルガリア帝国の時代に、ブルガリアの重要な町として、中世に発展した。それは、町が、帝国の首都であるベリーコタルノボに近かったためである。聖師とペトル・パウェル修道院は、 町の宗教的な拠点としての発展を支持した。リャスコ別を取り巻く5つの地区は、それぞれの地区にある教会の名で呼ばれ、それぞれ異なった時期に形成され後にリャコ別の町へと統合したものである。14世紀のオスマン帝国による、ブルガリア征服の後、1538年に、セリム2世の裁定によってリャスコ別は、ゴルナオリアホビツァ、ドルナオリアホビツァ、 アルバナ氏と共に自治を認められた。これは、後の裁定によっても確認されており、例えば1810年には、マフムト2世などに見られる。ギャスコ別は、ブルガリア民族各世紀には、革命活動の拠点となり、18世紀から19世紀にかけて、修道院から3つの武装放棄が発生している。ギャスコ別は、 ロシア帝国軍によって1877年6月に無欠で解放された。リャスコ別解放より前に、すでにオスマン帝国の主衛軍はベリコタルノボがロシア側に制圧されたことを聞かされていたためである。リャスコ別の町はブルガリア公国の一部となった。1880年3月15日に村から町に昇格した。1913年には マグニチュード7.0の地震が発生し、5つの教会を含む多くのレンガ作りの建物が破壊された。教会などは後に再建されている。地震によって7人の死者と30人の負傷者が出た。南極のリャスコ別峰はこの町の名にちなんで命名された。リャスコ別基礎自治体には、その中心であるリャスコ別をはじめ以下の町村が存在している。 2009年7月30日閲覧。ありがとうございます。